萩原良は、日本の映画監督、脚本家。第二次世界大戦前の京都に、かつて存在した、脚本家集団、ナルタキ組に最年少で参加、映画史に名を残す。戦後は、東映京都のプログラムピクチャーの名手として知られる。本名、人造。1910年、大阪市西区に生まれる。後の映画監督の萩原明は3歳したの。 弟である。1928年、当時日本の咀嚼地だった両党半島先端部の都市大連に、日本が建てた旧政関渉修立大連第一、中学校を卒業、当時の同級生に、脚本家、高井は初じめがいた。1930年、20歳の頃、京都、小室の牧野プロダクションに入社する。当時の同社は、 前年の牧野正像の死後の小笹正人撮影所長、牧野正弘撮影部長による新体制で困窮している時期であった。同社は同年12月に解散。萩原はその後23歳の頃に1934年に日活京都撮影所に入社した。同年助監督として指示した一歳上の師匠。 映画監督の山中貞夫と共に、脚本家の矢弘富士、三村慎太郎、藤井茂次、監督の滝沢英介、稲垣博士、鈴木桃作による、脚本集団、鳴る滝組に、参加、共同ペンネーム、梶原金八として、執筆を開始する。サイレント映画からトーキーへの移行期であった。1935年、三村脚本。 山中監督による三本目の陶器、丹下さぜによは百万両の壺のチーフ女監督につき、三村脚本、山中の稲垣との共同監督による、自作、関の矢立っぺの脚本順に職作業に、梶原金八のメンバーとして参加する。同作のヒットにより謎の新進脚本家、梶原金八は、有名を馳せる。1936年、26歳の頃、 山中原作、萩原脚本による、トーキー、お茶漬け侍で、監督として、デビュー、同作は、同年7月1日に公開された。すぐに、片岡知恵蔵に注目され、日活と配給提携をしていた、片岡知恵蔵プロダクションで、梶原金八オリジナル脚本による、荒木又絵門を、監督、さらに翌1937年の正月、第2弾。 修羅山彦前編、続いて、翌2月公開の修羅山彦後編を同プロダクションで監督する。師匠の山中は、その頃すでに状況の決意をしており、同年3月19日公開の森の石松を最後に、すでに滝沢ノイル東京の PCL 映画製作所に転じた。東京に移った山中は、同年人情紙風船を取り、 同作が公開されたのと同じ8月25日に、招集令状が届き、東京から戦地に赴いた。萩原は、京都の JO スタジオに移籍したが、同社は同年、PCL 他と合併して、東方映画となり、JO は、京都撮影所、PCL は、東京撮影所となった。京都撮影所で、日本一の殿様、翌1938年春には、 三村の脚本による浮世工事を監督し、さらに山中のいたはずの東京撮影所に呼ばれ、大河内伝次郎主演の清水の次郎長を監督した。同作は9月17日に公開された。やがて恩師山中の突然の不法が入る。山中の戦死したとされる日は、同作の公開されたのと同じ、昭和13年9月17日であった。 山中の死の翌年、八本目の監督作、その前夜を、京都撮影所で撮る。同作の原案は、山中の遺構、三条木山地であり、脚本には、梶原金八とクレジットされた。山中の遺作、人情史風船の竹山正信が制作を手掛けた、同作は山中が撮る、はずの作品であったというが、追悼作品となった。 1939年10月21日に公開された同作は、ナルタキ組の最後の作品であり、萩原の戦前の代表作であると言われている。萩原の次回作、9本目の監督作は再び、東京撮影所に呼ばれて撮った、大河内主演の、新編、丹下左前連写の巻であった。同作は、東方の1940年正月。 第2弾として公開されたが、丹下左前は、大河町の最も得意とする役であり、3中盤、左前は、萩原が、チーフ助監督に就いたものである。一行、第二次世界大戦の終戦までの5年間に、萩原は5本しか作品を発表していない。戦後第1作は1946年の長谷川、和夫主演、霧の夜話。 翌1947年には、東宝葬儀の前に結成された新東宝に参加、三村脚本、大河内主演の大江戸の鬼、藤田進、浦部久米子主演の恋する妻を監督した。京都に戻り、1949年、東横映画で、牧野三雄男が人頭指揮を取り、松田貞治が監督をするという、極門島に、松田のチーフ女監督として参加する。 翌1950年、松田との共同監督作、闇に光る目で監督に復帰、さらにその翌年には、東横は三者合併で東映となり、東映京都撮影所で、プログラムピクチャーを量産する監督へとなっていく。東横、東映で56本を監督し、1959年には、小畜京都撮影所へ移る。1961年、 南春夫主演の、占領ガラスを取った後は、フリーランスになる。高杉新作、里見八賢伝など、テレビドラマの監督も行う。60歳を目前とした1969年、東京京へいで、ピンク映画を5本発表した。1970年、安藤登主演、ヤクザ非常施血の決着を監督、日活系で配給されたが、これが遺作となった。 1976年4月3日、東京で死去。65歳没。ありがとうございます。